はいどうもこんばんは、おつぱいです、えー。本日はハッキングの手口についてやっていきたいと思います。はいえー、まず、ハッキングですね、えー。ハッカーについて説明をしたいと思いますが、コンピューターや電子機器などにですね、えー、深い技術的知識を持ち、その知識を利用して技術的な課題をクリアする人々、えーまあ、これを一般的にはハッカーと言っていますが、 ライフハックとかですね、ハッカソンというようなですね言葉があるように、基本的にはまあハッカーというのはですね、こういった有効な、有用なですねことを行うこともありますので、一概にこのハッキングとかハッカーという言葉が悪いという言葉ではないかなというところがさえ思うところですね。ただし ハッカーのうち破壊行為を行ったりですね、不正なアクセスを伴う場合はですね、クラッカーと呼ばれていて、これは悪い人たちですよという意味合いになるかなと思います。はい、それではですね、ハッキングの手口についていきますが、まずよくあるのはですね、ソーシャルエンジニアリングという手法ですね。続いて、スパムメール、マルウェアの配布。 あとはサーバーなどへの攻撃などがあるかなと思います。ここからはですね、一つ一つの手口を見ていきたいと思いますが、まずソーシャルエンジニアリングですね。えー、これは心理的な隙とかですね、ミスとかそういったところにですね、つけ込んで情報を入手する手法のことになります。まずはですね、身分を偽って、こう、 警察官とかになりすまして暗証番号を聞いてみたりとかですね、そういったものですね、えー。自分も仕事でやったことはありますが、えー、運送会社の人になりすまして、えー、人がいるかどうかとかですね、えー、いろんな情報を聞き出したりということはありました。あとは、えー、嘘の情報を流してパスワードを変更させてですね、えー、そのパスワードで自分がアタックするとかですね、そういった手法もあるようです。はい。 えー、最近だとですね、スマホをこうやって見ている人の後ろからですね、えー、暗証番号をのぞき見したりする人もいるみたいですね。あとは、えー、クレジットカードなど、まあ、機器をですね、えー、設置して情報を盗むスキミングという手法もあります。続いて、スパムメールに関して、ねえー、お話ですが、えー、基本的にはスパムメールというのは、宣伝目的でですね、一般的に送りつけられる電子メールのことではありますが、 その中でも身分を詐称してですね、情報を聞き出すという手口があります。主にフィッシングという手口ですね。これで釣られてですね、甘い情報につられて自分の情報をさらしてしまうということがあります。あとは送信元を詐称する、送信元のメールアドレスを書き換えて、迷惑な情報を流したりということがあります。 フィッシングと似たような形でサイトに誘導して、えー、マルウェアと呼ばれるものを植え付けたりですね。あとは大量にメールを送りつける。えー、1万通とかですね、メールダウンに来てしまうともう仕事になりませんので、それで業務を妨害するという手法もあります。続いて、マルウェアに関してですけれども、マルウェアというのは、えー、悪意のある有害なソフトウェアのことになります。どういう種類があるかというと、 ウイルスですとかトロイの木馬黄色がボットランサムウェアといった種類のものがありますウイルスについてですけれども基本的には PC やスマートフォンなどですねコンピューターに侵入して内部のファイルを書き換えて増殖をしていくプログラムですウイルスに感染するとですね 基本的にはまあコンピューターが乗っ取られるという形になります。えー、続いてトロイの木馬ですが、えー、これは聞き慣れない名前かもしれませんが、えー、無害なように見えてですね、ファイルとかプログラムに偽装をしたもので、コンピューターに侵入した後に悪意のある振る舞いを行うプログラムというものです。 これはですね、気づかないうちにですね、インストールをしてしまったりという形で、プリンターのドライバーなどですね、そういったところに紛れ込んでるケースがあるようですね。入るだけでは無害ですが、その後ですね、何らかのアクションで情報を流すといったような動作をするプログラムがあったりします。続いて、黄色がですね、 キーロガーは、キー入力などのそういった入力を監視して、それを記録してですね、置くソフトウェア、もしくはハードウェアのことになりますが、暗証番号とかこういった入力をした情報というのをえ記録されてしまいますので、その記録された情報が流出してしまうと、パスワードが流出してしまうということにもなります。最近だと TikTok、 などがですねこういったキー操作をコピーしている、送信しているんじゃないかという話がありました。攻撃方法についての紹介をしたいと思いますが、いろいろな攻撃方法があります。まず最初は SQL インジェクションですね。続いて、クロスサイトスクリプティングとクロスサイトリクエストフォージェリ、セッションハイジャック、 ブルートフォースアタック、ドス攻撃といったものがありますね。あとはまあバッファーオーバーランといったものもあります。はい、まず最初に攻撃の中でですね、まあ、原始的なものですが、SQL インジェクションというものがあります。アプリケーションが想定しない SQL 文を実行させる。それによりまあデータベースをですね、不正に操作する攻撃方法になっています。 基本的にデータベースにアクセスする際にですね、ユーザー名とかを入れて、パスワードを正しく入力すれば、まあ、ログインはできるねというところですが、パスワードが正しくなくても動作するような SQL 文というのを流して、あたかも管理者などのユーザーでログインをできるようにといったですね、SQL 文を 不正にに注入すするという攻撃方法になりますこちらの例でいくと、パスワードの部分をですね、おは1イコール1のようにすると、後ろの部分の o イコール1オール1っていうのが、ウェアアークのところでですね、OR でつなげているので、すべての条件に合致して、 レコードが返ってきてしまうという形になる SQL 文になってしまいます、はい。これによりですね、データベースに侵入することができてしまうというようなものです。この SQL インジェクション自体はですね、ロード d o ス SQL インジェクションというサイトで体験できるので、学びたい方はこちらのサイトで体験してみてください。続いてスク,リプクロスサイトスクリプティングですね。 ユーザーがウェブページにアクセスすることで不正なスクリプトが実,、えー、実行されてしまうという j s アク s をつ、ね、いた攻撃手法になっています。まずは、えー、Twitter とかでですね、まあ、攻撃者がですね、えー、こうリンクを貼って用意しておくということですね。えー、そのリンクを貼った Web サイトに飛ぶと、そのウェブサイト自体に不正なスクリプトが貼ってあると。で、えー、実行されてしまうと。 そうすると、まあ、クッキーなどの情報が抜かれてしまうということがあるようですね。はい。これをクロスサイトスクリプティングと言っています。えー、クロスサイトリクエストフォージェルというのがありますが、えー、クロスサイトスクリプティングと似ていますが、えー、ウェブアプリケーションのまあ利用でですね、えー、意図しない処理が実行されてしまうという、えー、攻撃手法ですね、えー。最初の部分は一緒ですね。えー、攻撃者が用意した URL。 ククリックしてウェブアプリケーションを利用した際に、起こるものですねアプリケーションを利用した際にそのウェブアプリケーションの部分に、えー、攻撃的なコードが含まれていて、えー、他のサイトなどへの攻撃、例えば掲示板に変な書き込みをさせるみたいな形でですね、えー、攻撃されてしまうというようなものです。 え続いてセッションハイジャックですね。えー、ウェブアプリケーションなどで、まあ、セッション情報というものがあります。これを盗み見して成りすまして、えー、成り済ましユーザーになって、えー、そのサイトの利用を行ってしまうという手法のことですね。まあ、ユーザーがですね、えー、とあるウェブサイトにアクセスする際のセッション情報、これを監視しておくということです。でその 悪意のあるユーザーがですね監視したそのセッション情報を使って、セッション ID をですね偽装して、ウェブサイトに侵入して、成りすまして、何かしらのえ行為を行うというものですね。セッション ID とかがですね URL に含まれるような、そういったウェブサイトだと、こういったケースがありました。 はいえー、続いてブルートフォースアタックです。えー、ブルートフォースはまあ総当たり攻撃と日本語では、えー、訳せるかなと思いますが、えー暗,号解読のえー、暗号解読の方法の一つで、えー、可能な組み合わせをすべて試すというやり方ですね、えー。基本的にはユーザー ID を固定して、まあ、パスワードをですねこう総当たりで試していくというような手法になっています。 この場合ですね、えー、パスワード3回間違えたらロックするみたいな機構がない場合はですね、えー、いつかはパスワードが解かれてしまうというものになります。このブルートフォースの逆版がですね、パスワードを固定してユーザー ID を総当たりで試すという手法で逆ブルートフォースアタックというものがあります。パスワードは1234などで固定して逆にユーザー ID などのですね、番号を変えていくということですね。はい。ユーザー ID とかですね、銀行口座みたいなものをたくさん用意すれば、まあ、いつかはパスワード1234とかですね、固定したパスワードで当たるものが出てきてしまうという形になります。まあ、この場合はですね、ユーザー ID 群をたくさん用意する必要があります。続いて、 ドス攻撃ですね、えー。聞いたことがない方もいるかもしれませんが、えー、システムのサービスにですね、えー、処理能力を上回る大量のデータを送りつける。えー、それによりサービス遅延とか停止を起こさせる、まあ、攻撃のことを言っています。かなり昔ですね、えー、足し色法とかですね、えー、かなり流行ったかなと思います。 攻撃の方法としてはですね、悪意のある攻撃者がそのウェブサイトに対して大量のデータを送りつけたり、まあ、大量にアクセスをして、サーバーなどですね、それに迷惑をかけるというものですね、何十万回とか何千万回とか、サイトにアクセスをするというような行為になります。これに似たような。 形の攻撃がありまして、DDOS 攻撃というものがあります。ちょっと D が足りてませんが、DOS 攻撃に対して、対象のウェブサイトに対してですね、複数のコンピューターを使って DOS 攻撃を行うというのが DDOS 攻撃ですね。その前に、まあ、他のコンピューターを乗っ取る必要がありますので、 ウイルスなどをばらまいてボットネットを構築してその操ったコンピューターを使って一つのウェブサイトに対して攻撃を繰り返すというものですこうなるとですね攻撃した本人は成りすましてですね攻撃されてしまうので犯人の特定もしづらいというようなことになってきます はいえー、ここからはですね対策方法を見ていきたいと思いますが、えー、まあそんなにですね対策をするといってもまあ基本的なことしかないかなと思っておりますネットワークを監視したり OS をアップデートしたり、えー、ファイアウォールを立てる、えー、脆弱性をなくすためにですね、えー、それを見つけて検出して、えー、脆弱性を、えー、なくしていく、まあ、パスワードはですね 長めにしたりですねいろんな種類を用いなければいけないようにしたりあとは認証方法そのものをですね強化したりといったまあ基本的なところがですね対策方法かなと思いますはい、えー、最後にですね、まあ、ハッカーが活躍する作品を見ていきたいと思いますがやはり日本でハッカーといえばブラッディ・マンデーかなと思います 漫画でもありましたし、ドラマでもやってましたね。えー、三浦春馬さんが主人公の高木藤丸を演じてました。えー、あと、えー、個人的に好きなのは、ドラゴンタトゥーの女ということで、えー、これはハリウッド版の方ですが、えー、ハリウッド版だと、えー、リズベットですね。えー、女の子の方の、えー、キャラクターがですね、えーまあ、かなり凄腕のハッカーということで、主人公のおじさんを助けていました。 えー、だいぶ古い映画ですが、スニーカーズ。えー、自分が中学生ぐらいの頃に見た記憶がありますが、かなり面白かったので、ここで、えー、ハッキングについてはかなり興味を持ちました。えー、続いて、ソードフィッシュですね。ソードフィッシュはですね、2000年の始まりぐらいの映画だったと思うんですが、かなりよくできている映画で、どちらかというとハッキングの映画というよりはアクション映画ですが、 めちゃめちゃ面白いですね。えー、ジョン・トラボルタが、えー、悪の親玉を演じていまして、主人公がまあハッカー役なんですが、まあ、ワームっていう、まあ、プログラムを作ってですね、えー、っていうようなですね、そういったやり取りをするシーンとかも結構面白かったなという印象ですね。で、最後に最近の映画ですが、スマホを落としただけなのにというのがあります。えー、これは主人公ではなくて、まあその、えー、犯人側がですね、まあ ハッカーというよりは、えー、クラッカーの方ですね、えー。悪い人なんで、クラッカーの方です。えー、犯人役は、ちょっと言っちゃうとネタバレしちゃうんで言いませんが、えー、犯人役の男性がですね、えー、まあ、ハッカー役という形で、えー、続編も出てますね。続編でも出てきますという形になっていますので、まあ、ここら辺のご作品見ていただけると、まあ、ハッカーとかハッキングといったことの、まあ、一部が、 垣間見えてくるかなと思いますやはりハッキングの手口を知ってそれを未然に防ぐために対策をするというのが大切になってくるかと思いますので、えー、啓蒙活動をさせていただきたいと思います。今回ははここまででですそれでは